ジェラルの方が、デモとかやると、いくらもらってんのとか、日当が出てるんでしょって言い出すのは、自分らがそうやってるからなんじゃないのっていう、ね、動員かけるのもそうだし、署名集めるのもそうだし、ダッピみたいに、その、SNS 上の意見とかなんとか、そういうのも、こういう意見に一つ入れたらいくらとか、そんなバイトが結構、バイトの情報がなんか、ネット上では、これ一体どういうバイトみたいなのが、さらけ出されてて、うん、今回ほら、安倍さんが銃弾で撃たれて、うん、それが統一教会の、ね、ちょっとね、難しいんで、2世の方っていうのが分かって、うん、これが本当世間に出てきてよかったよね、この話がね。あれ、安倍さん撃たれてなかったら絶対この話出てこないです。そうですよね、うん、だから本当よかったと思うよ、まだ言っちゃいけないんだけど。いや、まだね、こんだけ出てくれば、まだ自民党もおそらく半分ぐらい潰れると思います、今回のこの件は。統一教会だけじゃなくてね、今、オリンピック汚職をやってるじゃないですか、うんうんうん、で全てがこいつら利権絡んで、うん、政治してるんだなっていうのは、もう誰もが分からない形で出てきてるからね、うん、まあ、本当に良かったですよね。まあ、言っちゃいけないんだけど、本当にそう思いますよね。うん、安倍晋三撃たれてなかったら、これ絶対こんなの出てこなかったですよ。そうですよね。うん。と思いますよね。うん。だってあんなズブズブの環境20年、30年やってて、表に一回も出てこなかったですからね、この統一教会が始まって。だから検察の方は お金の動きがはっきりする、そのオリンピック側から攻めようとしてたけど、うん、多分それもね、安倍さんがその健在だったら、止まってたよな。って潰してきますよね、潰れてます。だってあの人ろくなことしてませんからね、統一教会ではなくて、うん、例えば普通になんか政治的な反対勢力から撃たれたとかね、ヤクザに撃たれたとかだったらこんな風な形で出てこなかったと思うんですけど、人が死んだその子を喜ぶわけじゃないけど、うん、僕はね、本当これ統一教会の2世の苦労された人が、うん、安倍さんを撃っちゃって、で、うん、それでこう世の中にこんだけいろんなことやってるけど、うん、出てきて、うん、まあマジで良かったと思う、うん、日本のためには本当にね、うん、私は国民栄誉賞ではあげなかったそれはないよ、経験が変わった。このまままた自民党があと10年も20年もね、今のような調子で政権ずーっと持っていかれたら、もう完全に終わっちゃいますよ。うん。うん、まだなんとかなる、今だって。とか、